祭りって去年はもっと賑わってた気がするんだけど、事件のせいか？確かに今年は人少ねっすね。まあ、あんだけ殺しで騒がれりゃ仕方ねえか。マスコミはもう引き上げたみたいっすね。好き放題かき回して逃げ足だけは早いぜ。まあ、ついてていいじゃねっすか。それよか、今重要なのはイカ焼きっしょ。おお、イカを食うクマよ。あいつらおっせえな。わざわざ天銀地で集合って何してんだ。待ってるよ、そのうち。うわあ、晴れそうじゃない。ごめん、遅くなっちった。みんなの受付に手間取っちゃって。でもこれ中に巻いちゃうから言うほど涼しくないのよね。歩きにくい。ナナちゃん可愛いよ。クマさ、ナナちゃんにズクラブ。ありがとう。ねえ先輩、私たちの浴衣どう？お、意外にさらっと言われちゃった。もしかして言い慣れてる？でも嬉しい。カンジ、何そっぽ向いてんだ。まさか恥ずかしくて見れねえとかか。小学生かよ。そんなんじゃねえっすよ。カンジかわいい。よう、面倒見てもらってすまんな。そうか。よし、なら次は俺と射的でもやるか。うん、する。こっからはナナコは引き受けよう。町がにぎわうなんて年に何度もないからな。お前らも楽しめよ。夏の祭りか。ふーむ、ふーむ。夏祭りの夜、寄り添って歩く二人。慣れない浴衣が着崩れて、夏。いきなり何のコピーだよ。これはもう、いちいちで歩くクマ。いちいち？クマ思った。夏で浴衣でお祭りでしょ？異性同士が団子状態でゾロゾロ歩くなんてもはや不健康だと思うのね、人として。ここはカップルになって歩くのが大自然の摂理だね。急に何言い出してんだてめえ。はーい、クマに賛成。もう先輩たち、浴衣は何のため？思い出作るためでしょ。早速いちいちに組み分けしよう。この子どんどんすごい。でもそっか、思い出か。私はいいかな。いいわ、その参加。じゃあさ、そっちで適当に組み合わせ考えてよ。ね、マジ？俺ら決め。わかった。男さん、女さんか、どうすっかな。え、男さん、え、一人抜けてない？は？こいつ、俺漢字でちゃんと3人だろ。
ナチュラルに漏れてる。俺も参加した方がいいんすかね。あーそっか、お前まともに相手も見れねえんだよな。見れるっすよ。んなことぐらいバッチリ耐えてみせっすよ。いいや幹事、お前が外れろ。なんかそれがいい気がしてきた。の信じてくんねんすか。ならクマはお相手決めたぜよ。話進めんな、おら。クマのお相手はちえちゃんとゆきちゃんとりせちゃん。決めてねえ。てか、お前がいちいちって言ったんだろうが。クマ子、俺は真剣なんだよ。余計なちゃちゃ入れやがると。そう、幹事、これは真剣勝負。そして幹事は真の男クマ。真の男だったらこんな盛り場で女子とチャラチャラしてる場合じゃないクマ。おう、どんだけ自分を棚上げしてんだよ。幹事は今真の男を貫けるか試されてるって、そういうことクマ。ふう、これで仲間外れはないクマね。そうか、ありがとうよクマ。いいこと言うじゃねえか。なら俺が抜けるぜ。うわ、この人本当に説得された。決定、クマがみんなと行くよ。え、どういうこと。あのね、男の数のが多くて仲間外れになる子が出ちゃうから。クマはそんなの辛いし。ちょ、おまははそうきたか。優しいね、クマさん。せっかく洗濯券譲ったのにこれ。もうちょっとがっかり。まあいいか、じゃあ行きましょう。負けじゃね、俺ら負けじゃね。ちょっとクマ、なんで他の子のブロマイド選んでんの。私のあったでしょ。もう何なんだこの展開。このクマ吉、私のネギマ勝手に食べないでよ。あー、クマさんが浴衣にケチャップつけた。二人っきりだね。本当は昨日みんなの前でご指名とかちょっぴり期待したんだけどな。でもあの人数だし、クマもいたし無理だなとは思った。まあわざわざ2回来たっていうのも青春っぽくていいかもね。じゃあ行きましょう。まずはお参りね。私2回目だけど。先輩は何をお願いするの。ありがとう。私も同じだよお互い具体的にはどんなことしたいって思ってるんだろうね。案外私の方がすごいかもよ。お嬢ちゃん、お嬢ちゃん、あの子じゃないか。ほらテレビ出てる。街に来たアイドルでしょ、よく言われる。でも残念、人違いだから。
アイドルがこんな人目につくとこで男の子といっちゃまずいでしょ。なんだい、ぬか喜びかよ。まあいいや、リンゴ飴どうだい。そっちの彼氏の兄ちゃんもさ。やっぱ彼氏に見えるんだね。どうしようか、一個ずつ買う、それとも二人で一個とか。いや、それは普通に食べにくそう。今ここからの屋台で福引券配ってんだ。集めればそこの鳥んとこで引けるよ。ご何それ、でも面白そう。ならおじさん、リンゴ飴2つ。はいよ。食べたら他も回ってみよう、先輩。お好み焼きか。昨日買ったらすごい大きくて、ほとんどクマにあげたのよね。あ、でもそっか、先輩いるし、今度こそ2人で1個にしましょう。私、魚ってあんまりいい思い出ないな。前に自分の部屋でグッピーとか飼ってたんだけど、忙しくてダメにしちゃって。そうだ、金魚すくい、ちゃんとお金払えばキャッチ&リリースでも福引券くれるよね。はいはい、じゃあ一人一回ずつね。持ってくるからちょっと待ってな。どんなの当たるかな。どうせなら思いっきりヘンテコで記憶に残るのがいいな。へえ、じゃあ目つぶって引いてごらん。おっと、これはすごい、二人とも当たりだ。お嬢ちゃんは4頭か。ってことはストラップだな。何この人形、ブサイク。何のキャラだろうこれ。この服、私去年のツアーの衣装ちょうどこんなだったんだけど、まさかこれ。そっちの兄さんは6頭の本だね。はあ、だいぶ回り尽くしたね。ねえ先輩、今日さ、正直言うと私以外からもお誘いあったでしょ。もしなくても考えてた子絶対いたと思う。だからその、今日はありがとう。私に付き合ってくれて。じゃあまたね。来年も来れるといいね。
行こう。今日は肉丼一択。まさかまた。ねえ、行ってみよう。あんたら何やってんの？あ？んだ？またあいつかよ。俺いいこと思いついちった。お前すげえ悪そうな顔してんぞ。助けてってさ、ちえちゃん。なんで私の名前？こないだあんたが助けたやつ偶然会ったから事情聴取してさ、いろいろ聞いたぜ。あんたんちとか、かわいい天城さんとか。どういうつもり？俺ら今からこいつと大事な相談すっけどさ、その間、そこを動くなよ。邪魔したらどうなるかわかんないぜ。天城さんとかがさ。お前超悪い！こいつら絶対許さない。そういうこと言ってていいわけ？大事な人どうなっても知らないよ。わかった。じゃあ私を殴んなさいよ。私にムカついてるってことでしょ？だったら私を殴ればいいじゃん。抵抗しないからさ、存分にどうぞ。顔でもお腹でもどこでも何発でもいいよ。ほら早く。キモ。
なんだこの女、マジ白けちった。行こうぜ。お姉ちゃんありがとう。いいのいいの。なんかまだドキドキしてる。私バカだった？ありがとう。バカだったかもしれないけど助けたかったんだ。あの男の子もこの気持ちだけは嘘じゃない。どうしても守りたいって思ったんだよ。あの、私ね、君のことも守りたいなって思う。私じゃ頼りないかもしれないし、守ってもらう必要なんかないかもだけど、だけど私守りたい。うん、よろしく。ってわけで肉食べよっか。おう、おかえり。
今からバイク出せるか？前みんなで海行こうっつったじゃん。今日あたりどうよ？だよな。夏といえば海、海といえば夏だよな。そして当然待ってるわけですよ。小麦色のキャッキャウフフなイベントがさ。やっべえ、テンション上がってきた。みんなには俺から招集かけとくからさ、また後でな。獣より獣だ。はぁ、ちょっとあんたね、バカ褒めてんだっつーの。どこがよ、大体獣って何よ。獣ってそれは女の一応マジ勘弁してください。地図見たんすか？地図待って、クマ、も、むい、うえ、ほら、海。おっしゃー。渡さないんだからね。よし、急げ。はい、待ってるぞ。待って、なんか緊張しねえ。海だぞ、水着だぞ、生リセチだぞ。いいのか俺、ここで人生の運を使い果たすんじゃねえか。ふっ、むっ、ははーい。なんでここにいんの？海入ってりゃいいじゃん。先輩たち待っててくれたんだ。やっべえだろ、あれは。夏っていい。もしかして先輩見とれちゃった？あの、早く海。ちえちゃんもリセちゃんもユキちゃんも真夏のプリティ大賞独占クマね。可憐なラブリー人間に囲まれてクマもひと夏のいけない体験しちゃいそう。しねえっつの。感じは？まだ伸びてんじゃねえの？チャリバテてたから。なんだそれ。何がすか？水着だよ、他に何があんだよ。黒渋いじゃないすか。色じゃねえよ、エグすぎんだよ。明らかにそっちを連想させんだよ。んなこと言ってんのあんただけじゃないすか。お前にも原因あるっつってんの。っていうか幹事、私には鼻血出さないわけ？なんでお前に鼻血出すんだよ。
はあ？水着ってだけでよくこんな盛り上がれんね。もうしょうがないな、先入っちゃうクマよ。ちえちゃん、ゆきちゃん、レッツマーメイド。うひょー、なあ、一番乗りしたな。ほら、二人とも、行こう。君って、俺買ってくるわ。お前も炭酸でいいよな。ひもほどける。ちょっクマ、どこ触ってんだつの。ケチケチクマね、こう豪快にポロリと。何やってんだあいつら。うひょー、今度はなんだ。捕まえたぞこら。先輩聞いてくださいよ、このアホグマ。先輩聞いてます？待って、タイム、タイム。あのさ、下、下だって。下？うきゃー！俺がポロってんじゃねえか！隠すのそっちかよ！下、なんとかしろ！キブ、キブ！こら、暴れんな！てめえ逃げたらいろいろ終わんだろうが！逃げないとクマの命が終わる。クマ、そろそろ休憩にしない？日焼け止め塗り直さなくっちゃ。水分チャージに肉チャージも重要だよね。あいつら上がってくんぞ。おいクマ、しんなりしてんじゃねえ。もうダメ。クマ、なんか探してくっから待ってろ。無理っす、間に合わないっすよ。クマ、お花畑が見えるな。死ぬなクマ子。よっしゃ、カンジ、あったぞ。で、ワカメじゃねえか。いた、先輩。来る、いいから隠せ。どうしろと？これは、そのヴィーナスの誕生なんちゃって。た、誕生すっぞこら。先輩、これでよかったんかな。とりあえずかゆいっす。そうか。いろいろあった一日だったな。まだかゆいっす。結果的には楽しかっただろ。お前の水着も見つかったしさ。
まあ先輩らに誘われなきゃ海なんててめえで来なかったっすね。お前のキャラじゃそうだろうな。案外キャラじゃねえことした方が楽しいかもしんねえっすね。言ってみりゃキャラっつうのは壁だもんな。高い壁に囲まれてりゃ楽だけど、楽と楽しいは違うっつうかさ。あ、なんだ、なんか俺語っちゃってないっすか。お許し出さないで、余計恥ずかしいから。いいんじゃねえすか、せっかくでかい海まで来てんだ、ちっとくらいの恥はかき捨てだろう。恥だっつう判定は覆らないわけね。棒倒ししない？負けた人が串カルビをおごるってことで。それちぃ先輩が嬉しいだけじゃん。じゃあ負けた人がクマにチッス。それは誰も嬉しくないでしょ。ね、勝負じゃなくてみんなでやることは砂浜にクマさんになるか。楽しい時っつうのは一瞬で終わるよな。こんな感じで高校生活も終わってっちゃうのかね。何寂しいこと言ってんすか。事件も終わったし、むしろこれからだろう。そうなんだけどさ、けどバイクで出かけんのは想像以上にいい感じだな。俺いいこと思いついちゃった。冬休みさ、みんなでスキーとか行かね。惚れ直しちゃうぜ。俺スノボ得意なんだよね。今から冬の話ってあんたどんだけ気早いんすか。だよな、周りあんだけ山ならきっと近場にゲレンデあるだろう。んなもんいくらでもあるっすよ。ちょっと遠いけどバイクありゃ余裕っしょ。ま、安全運転が基本っすから、道危ねえ感じならちっと考えますけど。お前意外と安全とか言うのな。んなもんカッコつけてどうすんすか。危ねえもんは危ねえだろう。まあそうだな。よし、次の休みの目標もできたところで、道暗くなる前に引き上げるか。全員若葉マークだしな。おい帰んぞ。お兄ちゃん、we'll be right back.
行こう。あのさ、硬い、噛めない、途中で冷めた。美味しかった。全部覚えてる。この味も、この場所も、あの時の君も。これが私の記憶。昔の私と全然関係ない新しい記憶。なんか実感した。やっぱり嬉しいや。君の友達が言ってたよね、服見に行った時、一人じゃダメなことも二人ならできる。あれ本当だった。君が私に新しい記憶をくれた。焦らなくていいって教えてくれたの。私一人じゃ無理、君がいたから気づけたんだ。私も楽しかった。外の世界楽しかったけど、そうじゃないや、君がいたから楽しかったんだ。あのさ、これあげる。もう焦んないから、君にあげる。記憶を探すのも作るのもどうせ君と一緒でしょ。だから君が持ってて。その、じゃあ次ね。もっといろんなとこ行こう。海行きたいし、山も行きたい。あとはね、あとはいいや、君に任せる。全部任せるから。
こんなもんかな。うん、なんか久々に思いっきり動けた気がする。あのね、聞いてほしいんだ。ずっと考えてたこと。私ね、やっぱり自分の価値なんて全然わからないけど、それはずっと探していけばいいと思うんだ。私はただ守りたいって思う。守るために戦おうって思う。私は最後まで君の隣で一緒に戦うんだから。私たちずっと仲間だよね。あげる。ああ、新品だから綺麗だよ。実はお揃いだったりして。私ね、思うんだ。この力はきっと欲しくて得た力だって。もっとちゃんと守るために。今ならわかる。この力はただもっと頼りにされるためみたいな、自分のための力じゃない。ユキコや仲間や家族やこの町、大事なものを守る力だって。私の新しい力、君のおかげだね。この先どんなに遠く離れたって私たちはきっと大丈夫。この気持ちは変わらないよ。
体も頭も使ったことだし、肉食べ行こう。肉ごめん。